琉球侵攻は、薩摩藩が1609年に行った琉球王国に対する軍事行動を指す。対する中山王府は、一貫して和睦を求める方針を取り、全面的な抵抗を試みることはなかった。この事件については、かつて琉球入り、琉球性抜など、日本側の同時代資料に基づいた故障や、これを看護風に言い換えた、進むな和訳などの故障が用いられた。 一方、琉球史料、中山予感はこれを、土のととりの乱と称する。現在の学校教科書や歴史辞典等では、勝者の立場を正当化する、政罰の語が使用されることはなく、薩摩島津氏が琉球王国を武力で征服した事実に基づいて、信仰、出兵、征服、占領などの表現が用いられている。なお、当時の薩摩藩島津氏の軍事的意図は、 琉球王国からの奄美ダッシュにも重きを置いており、藩内では、大島寺と呼んでいた。南東全市奄美、琉球と日本との交易は、海の道に知られる通り古くからあった。時代が、下り大和の守護大名や戦国大名が、南東交易の実権を掌握しようとも論む。南九州の島津市七代、島津元久は1410年、多数の南方物産を、 足利将軍に献上している。15世紀後半になると、細川市と大内市の海外交易をめぐる対立から、堺商船は、紀伊水道を南下し、高知沖を通り南九州を経由して、南東に至った。これに対し大内市は、津大灘から東九州沖、南九州を経由して、南東へのルートを取り、いずれの勢力も、島津勢力圏への寄港や、 敬語依頼をしており、これにより島津市は、主因上の発給など、大和側からの公益独占権を事実上持つようになった。これに関し1472年に、直縁王から僧に持たせた書簡や、1559年に、首里展開時の僧と、余命状親子を派遣において、琉球側は了解する旨を伝えている。1516年には、 備中国の三宅泉主国州が琉球に攻め入るため十二隻の戦団で大の津に入港。これに対し島津氏は交易の独占を犯す者として幕府の許しを得て、三宅の戦団をことごとく打ち滅ぼしている。以上のように、島津義久の第1570年代以前は、島津氏と琉球は表面的ながらも宗教関係を保っていた。実際の背景としては、 琉球王国が成立した15世紀半ば以降、奄美大島群島の交易利権等をめぐって、王国と日本との衝突が起きていた。それ以前の15世紀には、奄美南部の沖の選ぶ島と与論島はすでに王国の支配下に入っており、1466年までには、大島、機械島など、奄美群島全域が王国の支配下に入った。この時期の日本本土は、 室町末期から、戦国時代の真っ最中であり、薩摩、大隅守護の島津氏も、本土での戦争にかかりきりであった。しかし、島津義久の殺遇日統一や九州攻め、豊臣秀吉の朝鮮出兵を経て、徳川氏の治世に至り、戦国に有名を轟かせた島津氏も、秀吉、関ヶ原と連敗が続き、 薩摩藩としての地場固めも兼ねた難心が現実味を帯びてくるようになる。侵攻の直前の時期である17世紀諸島は、後日の主因戦貿易が始まるが、島津市が琉球との貿易利権の独占を狙い、琉球王国に対して、島津市の渡航主因状を帯びない船舶の取り締まりを要求。王国側がこれを拒否するなど、従来の前理に友好関係が崩れて、 敵対関係へと傾斜しつつあり、その両者の緊張関係が王国への信仰に至る、過程に大きく影響したと考えられている。なお、琉球信仰の時点では徳川幕府の鎖国政策は始まっておらず、琉球信仰の3年後、1612年から段階的に鎖国政策が進められた。交渉と背景1588年、時の天下人。 豊臣秀吉は越見した島津義弘に対し天下統一するも琉球だけが真珠の霊を尽くしておらずこのままでは兵を発して琉球を滅ぼすことになるとこれを直接的に同活する上位を発したというその旨は1588年の島津義久から昭英王の書簡に表された秀吉はそもそも途絶している 日民貿易の再開交渉が難航し、こじれたことに豪をに癒し、民国の征服を決意したとされており、そのためにまず、朝鮮を打つべしと、文録、慶長の役を加え立てた。1591年には、朝鮮出兵に際し、薩摩と共に、軍役負担を琉球に命じ、応じなければまず琉球から攻める党と、秀吉からの所簡で直接かつ明確に、同喝されたのである。 これは、結局、軍役負担は、島津氏が肩代わりし、さらに代替として求められた、兵廊前の教室は、王府の苦しい台所事情もあってか要求の半分に止まり、島津にさらに仮を作ることになった。さらに旧した王府が、民国復権省の役人に求情を訴え出るも、特にいろいろ返事はなくただ、秀吉を説得せよとの回答だけであった。実情としては、 島津氏が豊臣秀吉から徳川家康、秀忠までの治世における多大な軍役負担、不役負担のため財政難にあえいでおり、立て直しのために琉球王国から奄美を活上させるとともに、琉球貿易の独占的利権を得ようとしており、柿津不要説などを持ち出して王国への圧力を強めていた。さらに、九州南部の薩摩国。 大隅国などの三家の国人領主に対する貿易統制引き締めや貿易港直轄化に乗り出し体制を整え王国に対しても気流間の貿易統制を命じるが王府側はこれに目殺を続けたために両者の関係は次第に敵対関係に転じていったさらに徳川の治世に至ってもなお朝鮮役後の日民関係修復の施設仲介などをめぐって 圧力を生じ、終わりには、島津市からの最後通帳も多くは目殺したため、家康、秀忠の許しを得て、天み、琉球振興へと乗り出すことになった。なお、最後通帳を含む振興直前のやり取りでは、島津側は三種間を名指しで避難している。発端日本側資料、南平気港によれば、信仰は次のような経緯で起こったとされる。1602年、 仙台半領内に琉球船が漂着したが、徳川家康の命令により、1603年に琉球に送還された。以後、薩摩を介して、家康への謝恩死の派遣が繰り返し要求されたが、中山王府は最後まで、これに応じなかった。1608年9月には、家康と秀忠が水軍を起こそうとしていると聞いた、島津家久が、 改めて大事次流運らを使わして、少年を及び三士官に対し、家康に必ず朝兵するよう悟したが、ジャナリさんは徴住せず、帰って穴取り場にいたり、大いに流運を恥かしめた。こうしてついに、琉球征伐のご主因が、薩摩に下ることとなった。このように、同時代の日本側の記録は、本事件の根本的原因を、ジャナの人格的要因に介し、 これを幕府とその命を受けた島津市による琉球征罰と位置づけている。日本と秋間の貿易は、大内市の滅亡により1549年に日民貿易が途絶えて、以降は商人や和光による主貿易、密貿易が中心であった。日民間の貿易は朝鮮出兵以降は断絶状態であり、主貿易、密貿易が盛んであった。安土桃山時代には、 南蛮貿易が推奨され、1604年には日本側も和光を統率する目的で朱印船貿易を開始。朱印船貿易により東南アジア各地との交易が盛んとなるが、その矢先の出来事であった。当時琉球王国も南蛮貿易を行いつつ、民にも作法しており、薩摩の侵攻に対し王府は民に救援を求めた。 しかし名は、信仰に関し一切救援を送らないどころか、これを目殺した。当時の名は、実態として、豊臣秀吉の朝鮮出兵による、朝鮮半島での日本との戦闘に、多大な出費と負担を強いられ国力が疲弊しており、到底、琉球支援のために都会遠征を行える状態では、なかった。1644年にその名は滅亡した。また、 新末期に発生した琉球漁民殺害事件でも、日本の添島種臣外務協が,が1872年に、公式に清に赴き抗議したが、新重側では、台湾は加害の地であり掌握していないと表明するなど、民並びに住も、作法家の支援には消極的だった。薩摩軍は、総勢3000人、8十四想であった。大将は、河山久高。 福祉平田蔵州である。1六百九年二月二十六日に山川港に集結し、イエヒの越兵を受けた後、純平を待って三月四日虎国に出港した。同日追国、口の選ぶ島に着く。六日津国に出船し、七日猿国には天美大島に到着した。当時の天美大島は琉球王国の支配下にあったが、大島での戦闘は一切なく、 大島の現地首脳は中山オフを見限り、薩摩に全面的に協力した。7日猿国に大島深快が裏につき、8日には周辺を黙った。薩摩軍は笠サの倉元に人衆が集まっていると聞いていたが、そんな人衆はおらず何事もなく終わったという。彼らはことごとく山林に逃げ隠れたため、洋々にして年寄りどもを呼び出し、 南の安堵すべき旨を申し聞かせてから帰った。薩摩軍は、しばらく不快が裏に滞在したが、12日には出船し、山和浜を経由して16日には、西古見に着く。ここで順風を待ち、20日右国に出船し、徳之島に向かった。中山は3月10日、薩摩軍大島到着の報告を受け、降伏を申し入れるべく天竜寺井文長老を、 派遣したが、接触すらなかった。異文はどこかに隠れていて、薩摩軍と出会わず、後で咎めを受けたとする資料がある。なお、戦闘があったことが記載されている資料もあり、これを支持する研究者もいる。3月16日、13層が徳之島へ先行した。これに対し、徳之島では一部島民が抵抗したが、速やかに制圧された。金熊には2層が漂着したが、 何事もなかった。ワイヤには十七日、八艘の薩摩船が漂着した。約千人がこれを放したが、十八日、船から降りた薩摩軍が鉄砲を撃ちかけて撃破し五十人を殺害した。秋徳では、薩摩船三艘が到着したところを攻撃されたが、二十人から三十人を殺害して制圧した。指導者の兄弟は下の百は、 竹やりや煮えたぎったかゆでもって、果敢に接近戦を挑み、薩摩軍も一時海中に追い込まれる勢いであったが、庄内衆の単語神が見事な精密狙撃で、起きて兄を射殺したことから形成が逆転したという。しかし薩摩側も庄内衆が6、7人が伏せられ、七島衆からは6人の死者が出た。徳之島には、与那原親熊城なる、王府役人も派遣されていたが、 島民を見捨てて山中に隠れているところを発見され、22日に池取りになっている。本体は20日猿国に秋徳港に到着した。21日、河山を含む10層のみが沖の選ぶ島に先発した。残りは22日に山狩りを行った後、順風を待って24日未国に出発、同日日没頃、奄美大島と沖縄本島の中間地点にあたる。 沖のエラブに到着、カバヤマと合流し、夜を徹して本島に向かった。3月25日取りっく過ぎ、薩摩軍は沖縄本島北部なき人の運転校に到着した。27日には亡き人城に行ったが、空き家だったので、方々に放火した。薩摩軍が向かう前に逃げ落ちたという。薩摩軍が亡き人に到着すると、西来院議員が和睦の使者に選ばれた。 菊院は琉球人だが若くして出家して日本に十数年留学し帰国後は首里の遠学自住職を務めこの頃は老齢のために退職していた人選の理由としては島津三殿と知り合い日本語に達者との説がある菊院は最初は断ったが国王に重ねて召されたため国音に報いるべくやむを得ずみことのりに応じたという業務規定 無意は僕を猿町られよとの命を報じた菊井施設団は26日立つ国に陸路で出発した。随行の人員には名古屋方焼安などがいた。26日後国に久吉派に着くが、ここで亡き人までの道は敵で満ちており通れないと聞いた一行は久吉派から漁師の船を出させて女に行った。27日仏行、女より船で出発。 親止まりで一時停泊して、死者を出して、主意を述べさせる案を議論していたところ、薩摩船一艘がやってきた。この船に乗り移り、亡き人に着いた。菊院の主囲について、剣圧氏は、ただか視線を止められるべし、身体は、先駆骨に従うべしとし、さらに菊院到着直後に、またまた思想が到着したことも報告している。運転で決定したのは、那覇で、 和睦の談合を行うということであった。この結果、名護親方が人質になった。29日早朝、菊院は薩摩船団と共に運転を出航、同日取国大湾に着く。菊院施設団のみ、すぐ再出航して、異国に牧港に着いた。そこから徒歩で夜更けに首里城到着。報告を済ませて夜明け頃には、那覇に下って待機した。 運転での和睦申し入れを受けて、ヤ山はことごとく、那覇港に行くつもりであったが、ここで、那覇港の入り口にテッサが張ってあると聞いた。そこで4月1日、ヤ山は、数人の物主を船で、那覇港に向かわせる一方、残りはすべて陸に上げ、1日う国、シ主里への行軍を開始した。この頃、和睦の胸を万が一にも違えじということで、串子明名字が、 台湾の沖まで出向いたが、薩摩軍はすでに陸地から発行した後だったので、虚しく帰った。薩摩軍は、浦添城と竜福寺を焼き払いつつ、首里に接近した。情報に基づいて、太平橋に、州都の侍104人を配置したところ、快適には成功したが、雨のように鉄砲を打ちかけられ、白政公や雲城製造は被弾してそのまま首を取られ、その他全員は、 戦意喪失して、首里城に逃げ込んで終わった。一方で、中山王府の御転移を務めていた、山崎に旧なる越前人が、首里城のあざんなに立てこもって法元に江門の部隊を撃退した。このような戦闘行動について、昭和浜にいて、那覇首里の様子を聞き合わせようとの議定だったが、足軽州が首里へ差し掛かり、鉄砲を取り合い、 特に方々に放火したので、図らず群衆は首里近く差し掛かったとする資料があり、足軽衆が発砲して放火したものの、その他の群衆については、あくまで仕方なく、首里に接近しただけであると、薩摩川では主張している。台湾、首里間で、和平を制するに老石しかるべからずとのゲージがあった。そのうちいよいよ和議がなったので、諸軍勢は、那覇に入った。月日 薩摩船が、那覇港に入り、和睦の蝶があった。列席者は、薩摩川、第一次、一木織部、村尾洗住か。琉球川、串上王子、直広、西来院、名護、池上安、大、と読み上職、高住か堺信、木安、罪などであった。するとにわかに、首里で火事だと騒がしくなった。昼なのだから、て誤りによる火事ではない。 敵が攻めてきて火をかけたのだろうと思われた。止めてくれと言って、一木織り部と村を洗い住処が首里まで駆け上がり、ほどなくして静まった。結局、首里侵入事件は、摂政、串上王子と三主官が人質になることで決着した。実際に彼らが引き渡されたのは二日である。ともあれ、これをもって4月1日、猿の時、那覇に薩摩全軍撤退完了。 大規模軍事行動はひとまず終結した。三日、国王下城の前準備として荷物の持ち出しが行われていた。この時、浦添親方の子息、新山と百地を、マカルの三兄弟とその同志、総計二十名が縄を持って首里城を脱走した。直ちに追撃を受け、四季な原で討ち取られたが、同時に、カジキ州の武将、梅、 北昌有リを打ち取るという手柄を挙げた。四日、国王下城。名尾屋方の屋敷に移った。五日から、木内の荷物を改めすなわち、宝物の目録作成が開始された。十二から十三日かかった。十六日、草原寺において、川山、平田と少年王が対面した。五月十五日、少年王は、鹿児島へ出発した。 翌1610年、正明は薩摩藩主、島津忠常と共に江戸へ向かった。途上の駿府で家康に8月28日に江戸城にて秀忠に越見した。忠常は家康から琉球の支配権を承認されたほか、天見群島を割上させ直轄地とした。1611年、正明と三司官は琉球は 古来島津市の不養国であると述べた気象文に署名させられた。これを拒んだ三主官の一人、ジャナリさんは残首されている。また、琉球王国の貿易圏管轄などを書いた、掟きて15条を認めさせられ、琉球の貿易は薩摩藩が監督することとなった。以降、直し代々の国王と三主官は、琉球処分までこれらの義務を継承した。 こうして、薩摩藩は、第二直しを存続させながら、那覇に、財番奉行所を置いて、琉球王国を間接支配するようになる。以後、中条王子の薩摩への上国、及び、直し代々の王は、江戸幕府の将軍に、施設を江戸上りで派遣する義務を負い、また、琉球王国と清との朝貢貿易の実権を、薩摩藩が掌握するようになった。 薩摩藩の複属国となって、通称と技術の伝播を義務付けられたが、清志にも長考を続けた。薩摩藩は、江戸へも琉球の施設を連れたが、その際の服装は、王国に清志帝国施設が来た際に用いる中華風のものを着させた。また、侵攻当時、都から列島は、薩摩国寄よりの非流量族体制下にあり、奄美群島は、 琉球王国の支配下にあったが、進行後は、与論島までの領域が、薩摩藩直轄領となった。ただし名目上は、王国の一部とされた。なお、正式には1613年の大観書設置により、直轄支配下となる。天モ群島は、時代が下る明治維新後の廃藩地県により、鹿児島県に追って1879年4月の、 大乗官通達により大隅国に編入され、日本の領域となる。ありがとうございます。